たまんなということで、万一、マクドナルドの、もう一回言った。たまらんなということで、毎日マクドナルドのハンバーガーを全種食べていこう、イエーイ。さあ、今日食べたこちら、マックダブルダダダダボーということで、こちら、マックダブルでございます。まあ、その名の通り、ハンバーガーのパティが、もう一枚乗っかっております。これ2枚あるのわかるかな？こっちの方が割りやすいかな。あ、いいですかね。パティがね、二段重ねになっております。まあハンバーガーとビーフ2枚版だよね。いただきます。やっぱり美味しい。こちらのマックダブル、パティが2つあるんですけども、ピクルスも2枚ある。あと意外とマックダブルって新しいんだよね。ダブルチーズバーガーは結構前からあるんだけども、マックダブルはどちらかというと比較的結構実は新しいかったりするよね。確か俺の記憶が確かなら、昔当時バイトした時はなかったもん。でもやっぱシンプルイザベストは美味しいね。あ、でもこれマックダブルってチーズもあるんだ。ただパティが2枚あるだけだと思ってたんだけど、チーズもあるんだよね。ちなみに知ってると思いますけども、ピクルス抜きとか玉ねぎ抜きとかレタス抜きとか、各バーガー皆さんのオーダーに合わせて抜いてくれます。例えばハンバーガーのビーフ抜きとかね、単なるバンズだけが来ます。あとチーズバーガーのチーズ抜き、値段だけ上がって単なるハンバーガー来たりとかね、一応そういうこともできたりします。残りいただきます。ごちそうさまでした。さあ、ということで今日のシャケマンはここで説明しよう。シャケマンとはシャケクマがどんだけ満足したかというポイントである。ドルダダン、87点。87点。悩んだんだけど、まあハンバーガーのパティが1個乗っかってる番だしね、やっぱり昨日食べたベーコンレタスバーガーの方が、まあ、ちょっといつもの違うアクセントとして楽しめるからいいかな。でもやっぱシンプルなビーフ美味しいね。まあでも87点ということで、はい、で見ていただいてありがとう。また次回もよろしくね。黙らんな。キリ。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックしてチャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか動画説明文の中にあるリンクをクリック。この動画のシリーズを全部見たい方はこちらをクリック。他の動画シリーズはこの後表示されます。これからもシャゲクマチャンネルをよろしく。黙らんな。